きチャンネル。ちょっ、月曜日です、総チェック。はい、ということで月曜日総チェック、もう8月7日休みに入ってきましたけども、撮影がね、セパの今後の優勝ね、A クラス争いを占う動画出しましたけどもね、どうですか皆さんのチーム、そこからね、試合動いてますけども可能性上がってきましたか、下がってきましたか、諦めてますか、優勝確信してますか、どうですかというところでね、皆さんね、最近再生回数落ちてますよ。諦めじゃないね、来年に向けてもあるんだからね、プロ野球を楽しむとともに佐々木チャンネルをね、この寄り添ってね、特に今日試合ないんですからね、暇つぶしでも見てくださいよ皆さんね。里崎も1年間この総チェック修行ですけども、皆さんもこれ見るの修行ですね。あと8、9、2ヶ月頑張っていきましょうね。そう考えたら4、5、6、7、もう4ヶ月やってきたね。毎年の修行です。はい、どんどん野球詳しくなります。野球見るのそんな好きじゃないのに、はい、さあということでね、やりましょう。まずはね、パ・リーグから。西武対オリックス、4日3対2で西武、5日1対2でオリックス、そして6日0対9でオリックスということで、オリックス2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけど、もうオリックスはもうこれ勝ち越してね、1週間本当に五分でいけばいいから、もうこれ勝ち越したらこの安泰感っていうところはね、かなり大きいんじゃないでしょうか。西武はね、ここ本当踏ん張りどころ、全カード勝ち越していかないとね、 A クラスっていうところがね、遠くなっちゃうっていうところで、4日の試合ね、3対2で西武っていうところで、西武先発平良ね、7回114球3安打8三振、4四球無失点と、まあ、前半ね、初回3回とフォアボールでね、ピンチあったけど、まあ、そこを乗り越えたっていうところが大きかったかな。まあ、初回ね、茶のフォアボール出すけども、先頭ね、義母ね、363ダブルプレー、これも大きかったし、その後ね、紅林フォアボールとね、ちょっと立ち上がりね、制球苦しんで、で3回にもね、先頭野口フォアボール出すけども、若月、大月バンドを決められて、ワンアウト2塁ピンチ作るけども、まあ、茶の義母っていうところをね、連続三振で打ち取った、このね、1回、3回、フォアボールでピンチになりながら、ダブルプレー、そして三振で抑え切ったっていうところがね、まあ、この試合ね、勝ちにつながったんじゃないでしょうか。まあ、その中でね、西武は、5回裏、ね、先頭、長谷川ツーベース、そしてノーアウト2塁からペイとかね、レフトでタイムリーツーベースっていうところで、先制で、この後ねノーアウト2塁から源田、鈴木、翔平、マキノンっていくところ、ここもう1点ね取ってたらもうちょっと楽な展開になってたかなっていうところはあるけどもね。でオリックスはね、先発山崎福也、5回3分の2 93球7安打2三振1四球1デッドボール1失点っていうところで、まあ、3回裏ねピンチをしのいだけども、5回連打で失点っていうところはあるけども、1失点ね、非常に良かったかなと。3回裏もね、ワンアウト満塁っていうピンチを作りながら、鈴木翔平でマキロンっていうところを連続にアウトに取って、本当にね、1失点、最少失点で乗り切れたっていうところは、非常にね、ゲームも作ったところはあるけども、まあ、打線の援護がね、なかなかなく、まあ、ようやくね、8回表、ピッチャー平良から平井に変わったところでね、先頭若月がスリーベース、でノーアウト3塁から茶野がタイムリーヒットを打って、ノーアウト1塁、で義母がね、送りバントを決めて、ワンアウト2塁になって、紅林三振、セデーニフォアボール、で頓宮がね、レフトへタイムリーヒットっていうところで逆転、ね。このまま行くかなと思ったら、その8回裏ね、ピッチャー宇田川からなんと2アウトからね、中村拓也がフォークボール高めに浮いたところをね、レフトスタンドへホームランっていうところで同点。これですんなりオリックスは行きたかったところでね、9回裏ワンアウトから岸がね、なんとサヨナラホームランっていうところで、中村岸ね、頑張って一発攻勢でね、やられたっていうところはあるけども、オリックス勝てるチャンスもあった。でもね、平野、山崎たちは両先発は非常に素晴らしいピッチングだったかなと。でこの試合ね、オリックスの胸ね、ユニフォーム忘れて、また浦和さんのユニフォーム着てたけど、オリックスちょっとユニフォーム忘れすぎやな、バッと何回忘れてんねんって。そんな俺バットは1回忘れたことあったけど、まあそれもどうかと思うけど、ユニフォーム忘れたことないし、あと浦和さんもやっぱりね、ユニフォームの予備持っといた方がいいで、本当各選手1枚ずつぐらいはここまで忘れてると、これちょっとね、ユニフォーム忘れすぎ、バッとオリックスチームに個人にも。で続いて5日の試合、1対2でオリックスっていうところで、オリックス先発山下ね、6回3分の2 95球6安打6三振2四球1デッドボール1失点と、まあさすが2連敗はしないというところでね、グッピッチね、カウもいいところに決まってたしね。で西武先発今井ね、8回125球6安打10三振3四球2失点とね、こちらも良かったけども、本当にね、投手戦っていう中でね、まあ、最後はね、オリックスがね、この試合に逃げ切ったっていうところで、オリックスはね、5回の表、頓宮がね、レフトスタンドでホームラン打って、でこの試合はね、オリックスがね、
ホームランで先制っていうね、前の試合とはね一点ね、攻守交代変わったみたいなね感じになりますけど、でも西武もねすぐ5回の裏に、先頭ここがセンター前ヒットで長谷川送りバントを決めて1番ペイトがね、ライトへタイムリーツーベースっていうね、ところで同点に追いついて、ワンアウト二塁から源田がねライト前ヒットを打つんだけども二塁走者のペイトンが本塁でアウトっていうね、まあこのね、ライト広岡ねホームへね素晴らしい、送球グッっていうところはあるけどもね、ワンアウト二塁で結構ペイトン余裕でアウトだったからそんな無理してこれ回るところかっていうね、仮にこれワンアウト一三塁だってウネンティンっていうところになると逆転できてた可能性あるし、これツーアウトだったら絶対回した方が良かったけども、ワンアウト二塁でホーム広岡がまあ素晴らしい送球したっていうのはあるけども楽々アウトで回すかっていうね、これは完全にね、ちょっとまあ三塁コーチャーってちょっと失敗したな、やらかしたなっていうところはあるよ。これ逆転できたんね。で、7回表にね、ワンアウトからね、頓宮フォアボール。で、宗がね、ライト前ヒット打って、ワンアウト一三塁。中川三振するけども、頓宮がね、ライトへ勝ち越しタイムリーヒットっていうところでも、若月がね、ライトへ勝ち越しのタイムリーヒットっていうところで、この若月がえげつないんだよ、最近。7月、8月とね。非常に素晴らしいバッティングで決勝点というところではね、安打数はねオリックスの方が少なかったけども、少ないチャンスをねしっかりものにした、そして山下がねしっかり投げ切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうかね。その後ね阿部、山崎、平野っていうところでね、リリーフがしっかり踏ん張ったっていうところもあるし、6日の試合、0対9で、オリックスっていうところはあるけども、まあオリックスはね先発東5回75球、5安打4三振、2四球無失点というところで5回をね、しっかり投げ切って、アウトコースね、左右ね、右バッター、左バッターね、ともにアウトコースのね、制球力っていうところは非常にね、良かったんじゃないでしょうか。で、西武先発宮川ね、3回3分の2、66球、5安打2三振、3四球4失点というところで、まあね、ちょっと序盤にね、失点して沈むっていうね。で、オリックスはね、2回の表、2アウト1塁からまだまだ若月がね、先制タイムリーっていうところで、この下位打線でもね、若月の存在でね、点取れるっていうところは大きかったし、西武の一番のポイントはね、この2回の裏、1点先制されて2回の裏ね、5番トロサキレフト前ヒット、栗山フォアボール、平野間ライト前ヒットっていうところで、ノーアウト満塁から、ここ最低同点ね、一気に逆転したいところをね、古賀が、5-2-3、ダブルプレーっていうところで、でその後長谷川アウトとね、なんとノーアウト満塁無得点。これが痛かったね。これがもうこの試合のね、ほぼね、西武にとってはキーポイントだったかなと。で、オリックスはね、4回表、中川ホームラン、でセデーニョツーランホームランというところで、一気に3点取って、で、5回、ね、セデーニョがまた、レフトへタイムリーヒット。もうここで5対0でね、ちょっと試合決まったかなっていう感じもあるけども、6回裏にはね、紅林タイムリー、中川がね、2打席連続ホームラン。で、7回にも、茶野がね、タイムリーヒットと9対0。圧勝っていうところあったけども、西武はでもね、これ本当2回裏、ここで1点でも取ってたら大きく流れ変わってたし、チャンスあったなっていうところはあるけども、まあそこをね、東がしっかり踏ん張ったっていうところがね、東にとっても勝利投手が転がり込んできたし、ね、キーポイントだったかなと。まあ結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しっていうね、ところになりました。さあ続いて、日本ハム対ソフトバンク、ね、4日5対4で日本ハム、5日6対11でソフトバンク、で6日1対6でソフトバンクというところで、ソフトバンクの、ね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、まあ、ここね、ソフトバンクはね、日本ハムに負け越さないでしっかり勝ち越せたっていうところは非常に大きかったし、まあ、ここからね、どこまで踏ん張って上位に、ね、食い込んでいけるか、B クラスに、ね、落ちないで踏ん張れるかっていうところは、結構ね、重要になってくるなっていうところでね、4日の試合、5対4で日本ハムね、まあ、ソフトバンクね、先制して着実に点を取っていったけど、7回逆転ね、するけどもっていうね、で日本ハムはね、3回に3点、ね、逆転も7回表エラーで逆転、失点もっていうね。お互いなんかなんだかなみたいなね、試合展開、だったけどもね、ソフトバンクはね、初回柳田のホームランでいい形で先制してね、スタートするんだけども、3回裏にね、先頭伏見フォアボールで、松本がヒットを打って、2アウト2、3塁から万波がね、ライトで逆転タイムリーヒットっていうところで、打線がね、しっかりつながっていって、まあ、下位打線からチャンスを作ってクリーンナップが返すっていうね、最高の形で、3点を取るね。で、万波が打つけども、その後ね、野村続いて上川畑タイムリーヒットとね、こう2点で終わらないでね、3点目しっかり取れたっていうところも非常に大きかったかなと。で、ソフトバンクはね、5回の表ワンアウトから甲斐がツーベースで、メモからタイムリーツーベースを打って1点返して、で7回にもね、2点を取って逆転するんだけどね、この2回もね、まあ、日本はね、多分こういうところは今年1年間の戦い方、ワンアウトからね、今宮サードゴロをね、清宮がエラーっていうね、で甲斐がアウトになるけども、三森がね、ところでワイルドピッチフォアボールっていうね、でツーアウト1塁で柳町がね、逆転タイムリーツーベースを打つっていうね、これもエラーしなかったらね、点入ってないっていうところでね、こういったところがね、日本ハムにとっては痛いね。
しかし、ね、逆転された後も7回ぐらいね、しっかり、日本はね、8番奈良間がね、ライト前ヒット。で、伏見が送りバントを成功させて、1番グーニがね、タイムリーヒットっていう最高の形でね、攻撃の形はいいんだけど、だからね、走塁ミスとか、守備のミスとか、そういうとこがなかったらね、もっといいチームになるんだけども、もうちょっとそこら辺がね、できればっていうところはあるけどね。で、4対4の同点になって、でね、延長11回裏、ね、ワンアウト満塁から代打マナチェンスが犠牲フライを打って1点取るっていうね、ところでは非常にね、攻撃の形は良かったけどね、ちょっと守備がバタバタするっていうところでは非常にね、痛いかなっていうね。で、11回ね、サヨナラのところでね、先頭の村がフォアボール。で、ここでね、ダイソー、磯畑が出てきて、盗塁するんだけども、磯畑、グッド盗塁。ね。で、バッターがね、上川畑、バントの構えしてね、引いた時に、甲斐がね、多分ファーストランナー見えなかったんだろうね。だから磯畑がね、盗塁したことを一瞬気づくのが遅くて、慌てて投げてね、それが遅れてセーフになるけども、ここが甲斐バント。もっとそこ、ね、バントをするだろうっていう油断だね。あとはちょっとランナーから目を切っちゃったっていうところと、まあ、左バッターによっては一塁ランナーのスタートが見えない可能性あるからね、そこをもうちょっと警戒しておけば話は変わったっていうところもあるけども、ちょっと油断だね、バントだろうって決めつけたね。で、これでね、後々のサヨナラになったから、非常にね、これもったいないプレーだったし、逆に磯畑はね、あそこで盗塁してノーアウトね、二塁になったっていうところでね、まあ、磯畑が敬遠されてノーアウト一塁からね、江越がバンドを決めてっていうところで大きくね、サヨナラに、僕はノーヒットでサヨナラだからね、非常に大きなね、ウエイトを占めたこの磯畑の盗塁っていうところは大きかったんじゃないでしょうか。磯畑、グッ。さあ、続いて、5日の試合、6対11でソフトバンクっていうところでね、ソフトバンク打線久しぶりに大爆発、グッと、ナイスバッティングっていうね、ところで、逆転勝利っていうところでは非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。ソフトバンクはね、初回、近藤のね、タイムリーヒットで1点先制するも、日本ハムはね、清宮のホームランですぐ追いついて。でもね、ソフトバンクは2回の表に、柳町のね、内野ゴロの間に1点あげるも、でもここでもね、ワンアウトからね、リチャードデッドボール。で、谷川がね、内野安打。で、ここでね、三森のところで、奈良間がね、エラーっていうところで、ここしっかりやってればね、無得点でいけたのにね、で、これ1点取られて。でも、日本はね、2回の裏、野村がね、ホームランを打って同点に追いついて、で4回の裏に、一気にね、野村が2打席連続ホームラン。ね。で、2アウトから、今後フォアボール、奈良間がね、タイムリースリーベース。で、郡司がタイムリーヒット。磯畑ヒットで、清宮のね、タイムリーヒットっていうところで、ここで一気に4点取って6対2。ね、野村、ダイソーブラックです。ね。これでもうね、正直勝ったかなって思ったけどね。思ったけどっていうところで、伊藤がね、踏ん張れずっていうね、まあ、3本のホームラン出るも序盤でしかもねっていうところはあるけども、この4回裏ね、この清宮のセンター前タイムリーヒットで清宮が1塁回って大きく2塁に行って、で結局挟まれるんだよね。で8で3中村晃に来て、で6でもう1回3で磯畑がね、2アウトだったっていうところでも無理やりホームに突っ込んで3塁ランナー磯畑がねホームでアウトになるんだけどもね。いや、ここ清宮さ、そもそもさ、セカンドランナーの郡司がさ、ホーム楽々セーフなんだからさ、別におとりになることもないしさ、そこを無理やり行けすぎてさ、まあファーストがね、カットに入るからね、ファースト空いてると思って行って帰れると思ったんだけど帰れないっていうね、もうそういうところなんだよ、走塁。ここもう一回止まってればさらにね、5点目取れたかもわかんないけども、無駄になぜかセカンド大きく回ってセカンドベースの方に近づいて、で挟まれてね、結局三塁ランナー磯畑押し出されてアウトになるって、もう最悪なのよ。こういうところなのよ、日本ハムは。もうちょっと考えてやろう、野球ね。で、まあ、でもね、6対1だって俺このままね、日本ハム勝つんじゃないのかなと思ったら、そのね、5回の表近藤タイムリーツーベース、今宮センタータイムリーヒットで3点で一気に1点差で、6回には、柳田のね、タイムリーヒットで近藤のツーランホームランで逆転で、7回には牧原のね、タイムリーヒット、そして柳田のタイムリーヒットで一気に3イニング連続3得点ずつで9点11対6と一気に逆転っていうところで、非常にね、ソフトバンクね、打線も久しぶりにつながったしね、このビッグイニングっていうところは大きかったし、日本ハム先発ね、伊藤大海4回3分の1、93球、10安打2三振、1セットボール5失点っていうところでね、ちょっとね、計算狂ったかなっていうところもあるし、逆にソフトバンクはね、大関がね、4回で6失点してね、ちょっと計算違いも、その後ね、又吉、甲斐野、田浦、加瀬とね、非常に、リリーフがね、しっかり踏ん張ったっていうところでは、大きい勝利にね、つながったんじゃないでしょうか。
ね、で8月2日1対6で、ね、ソフトバンクっていうところでソフトバンク先発、ね、シュワーズジュニア5回94球3安打2三振6四球1失点っていうところで、まあ、よく6個も四球出して、ね、しかも5回で3本のヒットを打たれた9打者出してるからね、その中でよく1安打でね、あ1失点でね、抑え切ったなっていうところはあるけども、日本ハムはね1回から5回まで全てランナー出すも1得点のみっていうね、そういったところがねやっぱここ言いたかった。せっかく打線ね結構初戦2戦目ともいい形で繋がってきたけども、ここはねそのチャンスを生かしきれず、まあ、スチュアートジュニアがね、まあ、フォアボール6個出してるけど投げてる球はいいっていうところがね、まあ、この連打を許さなかったっていうところはあるけどもね、日本ハムはね初回先頭軍司がレフト前ヒットを打つけどもその後がね、続かず、で2回にもね野村フォアボール奈良間ヒットでねチャンス作るけども伏見が三振で、3回にも先頭磯端フォアボールでチャンス作るけども軍司松本清宮が続けず、ね、で4回先頭万波フォアボール野村レフト前ヒットで加藤はアウトになるけども奈良間フォアボールでワンアウト満塁から伏見のねセカンドのゴロの間に1点っていうね、ここでタイムリー1本出ないっていうねこの試合は。で5回の裏にも郡司フォアボールで甲斐の時にね、松本の時にバントするのも甲斐がエラーバーとね、で清宮フォアボールでノーアウト満塁から万波523ダブルプレーの野村ライトフライっていうところで、ここでね最低でも同点に追いついてればちょっと試合状況変わったからっていうところはあるけども、相手がね、フォアボールで、チャンス作れたのにもかかわらずこの試合1本出なかったっていうね。逆にソフトバンクはね、3回の表2アウトからね三森柳町が連続ヒットで、牧原フォアボールで2アウト満塁から柳田のねショートゴロ、奈良間がね悪送球バッとで、その後今度押し出しのフォアボールで2点っていうね、これ無得点だったからね、でこういうとこだよねエラーね。で6回、今宮がねライトスタンドへホームラン、これ大きかったね何気にね。で8回ね、今宮またタイムリーツーベースのリチャードタイムリーツーベースで、で三森がタイムリーとダメ押しのね3点を取って6対1っていうところで、まあソフトバンクのね完勝になったけども、結果6対1だけど、そのゲーム内容はねこんな離れるようなゲーム展開じゃなかったから、日本はやっぱ1本出なかったっていうところと、やっぱエラーね、タイムリーエラーっていうところが非常にね、痛かったかなっていうね。で得点にはなんなかったけど、5回もね先頭三森がねところで清宮がファーストに悪送球で、柳町ヒットっていうところでノーアウト一塁から牧原バントを決めて、まあ、柳田近藤がね、続けて1点入らなかったけどもね、そういったところがね非常に守備っていうところは大きいかなっていうミスがね、だしかもポンセがね打たせて取るピッチャーだからね、どっちかっていうとね、そういったところでやっぱエラーが出るとねポンセの良さが全く出ないっていうところはね正直きつかったかなっていう、日本ハム的にはね。結果2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しっていうね、ところになりましたね。さあ続いて、楽天対ロッテ、4日3対5でロッテ、5日7対6で楽天、そして6日2対1で楽天というところで楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、ロッテもね動画内でね前回の、まあ、A クラスはもう硬いかなって言ってますけども、こう負けこんなちゃんとやっとかないとね、最近エラーめっちゃ多いよね、やっとかないと落ちちゃいますよ、貯金食い潰しちゃいますよっていうところでね、まあ、楽天はねここから A クラス一気に上がっていくっていうところでは上位ね今2位のロッテにね2勝1敗で勝ち越しっていうところは非常にね大きかったんじゃないでしょうか。で4日の試合ね、3対5でロッテっていうところで、もうこれはね全て初回のポランコの満塁ホームラン、グッドナイスピッチ、これがもうねちょっと大きかった全てかなっていうね。で楽天はねいきなり4失点、やっぱりちょっときつかったですね。こう序盤ね満塁ホームラン打たれても、初回ねワンアウト満塁から岡島の犠牲フライっていうところでここね1点取ってね、で、3回の裏にもね、浅村のツーランホームランっていうところでちょっとずつ追い上げていってんだけどね、やっぱこの4点っていうところは非常にね大きかったかなと。でロッテ的にはねこの7回の山口のホームラン、この追加点の1点がね非常に大きかった。まあこれでね5対3っていうところはあるけども、ロッテもね11安打打ってる割に結局ね初回の満塁ホームランと7回の山口のホームランっていうところでちょっと連打がねできなくて苦しい展開だったけども、この満塁ホームランがねやっぱ大きかったからね。で、楽天としてはやっぱ6回8回チャンス作るもね、ここで1本出なかったっていうところで、まあ、6回ね、2アウトからだけども岡島がツーベースで、鈴木大地がねロッテ戦ねかなり相性いい中でショートゴロアウトっていうね。で8回裏ワンアウトからね、代打伊藤がレフト前ヒットで、大郷アウトになるけども浅村センター前ヒットで、岡島がね打撃妨害バーッと当たってるで近寄りすぎやってね。で2アウト満塁になるけども鈴木大地がねここでまたセカンドゴロっていうね、ロッテ戦ねこの鈴木大地好相性の中でねこのチャンスで打ち切れなかったっていうね、なんとロッテ戦ね、対戦打率3割8分9厘、
パリーグの中で一番打ってるからね、鈴木大地ロッテ戦ね、これ毎年のことなんだけどね、でもこの日はねちょっと生かしきれずっていうね。でまあロッテはね横山、坂本、東、そしてね東條とねリリーフがしっかり踏ん張った、これフォアボールもねゼロだったっていうところも非常に大きかったんじゃないでしょうか。で、続いて5日の試合ね、7対6で楽天っていうところで、この試合もねなんだかな試合ね、ロッテはねこの試合展開でなぜ負けるっていうね、エラー最近多すぎやぞっていうね、8回もねその後藤岡打ったからいいけどね、荻野のセーフティースクイズファールファールでね、最後ショートゴロでホームアウトっていうね、村林の方もねナイススローでねアウトになったけども、藤岡打ったからいいけども、そういうとこもちゃんとやんないとっていうね。で楽天相手のミスもあるがね、最後しっかりっていうところでね、連打で非常にねいいバッティング出てて、まあ、最後ね小郷がねファーストランナーはね小深田が盗塁して、でショートがねセカンドベースに入って、その間抜けていってね点々と左中間転がって、ファーストランナーね小深田が、一気にホームまで帰ってくるっていうね、最高の作戦と最高のバッティングと最初の選手の絡みでね、勝ち切ったっていうところは大きかったけどもね、この試合ね先制は楽天っていうところで、先頭村林がねフォアボール、これ盗塁ね、パリーグねチームね、パリーグが一番盗塁してるのが楽天というところで、今年は、ね、かなり足を使って、ね、攻撃する中で、先頭村林フォアボール、そして盗塁で小岡田が、ね、しっかり進塁だと思ってファースト引っ張り込んだら山口が後逸エラーというところで、ね、1点先制で、この後、ね、小郷が送りバントを決めて浅村岡島行くけど、もう1点取りたかったというところはあるけどもね。でもロッテは、ね、すぐ2回の表に逆転というところで、岡フォアボールでブロッソがツーベースでノーアウト2、3塁から田村のセカンドゴロの間に1点あげて、荻野は、ね、レフトでタイムリーヒットというところでしっかり逆転するという、ね、いい形は作ってんだけども、4回の裏、ね、フランコホームラン、そして村林が、ね、勝ち越しのタイムリーツーベースというところで逆転、もうこれ、ね、取った取られた連続続くからね。で6回の表はまだフランコがホームランね、打った瞬間、ああがっかりしたけどホームラン入っちゃったよみたいなね、そんな経験してみたいよっていうホームランだったけども、でその後また荻野がねチャンスでタイムリーを打って、4対3逆転。でも楽天はね6回裏すぐにね西川の犠牲フライで、同点に追いつくんだけども、ここもねワンアウトからフランコセンター前で、ワンアウト一塁からね辰巳のピッチャーゴロをショートに投げたらね、藤岡がポロンチョエラーっていうね、ダブルプレー完全に取れたでしょうっていうところから同点に追いついたっていうねミスで、7回裏もね鈴木大地がセンタータイムリーツーベースっていうところで、楽天ロッテ戦は強いんですよっていうね、ところでこの試合はねしっかり打てた。で8回表にね藤岡がライトにタイムリーヒットっていうところで、ここでねもう勝ったなって正直思ったけどもね、ペルドモが打たれるっていうところで、8回の表にね小深田のセンターへのタイムリーヒットっていうところと、小郷がねその後タイムリーツーベースっていうね、小深田小郷のこの絡みでね、逆転したっていうところは非常に大きな、楽天にとったらねいい形の試合展開だったし、ロッテとしてはねこの試合4つのエラーっていうところで、エラーが少ないところがねロッテの売りだって、で相手のミスをついていくっていうところがロッテの攻撃だったのに、最近も自分たちがエラーして相手にチャンスを上げるっていうね、この試合も点の取り方非常に良かっただけにねもったいないよね。で、6日の試合、2対1で楽天の勝利っていうところで、まあ、楽天はねもう本当にねこの盗塁が多いっていうところで、初回もね村林が内野安打で小深田三振するけども、大郷のところで村林が盗塁を決めて、大郷がライトへ先制タイムリーヒットで、5回もね、小深田センター前ヒットで出て、大郷三振に倒れるけども小深田が盗塁で、浅村アウトになるけども阿部がね、タイムリーヒットっていうところで、足を絡めてね得点チャンスを広げて、そこからしっかり得点していくっていうね、最高の形でね得点できたっていうところは非常にね、得点パターンもねしっかり確立できてきたし、いい形でね点が取れるっていうところではこの2点ね大きかった。でね、ロッテは6回表にね、先頭和田が内野安打、荻野がねレフトにタイムリーツーベースで1点返して、友次送りバントで、ワンアウト3塁からね角中ファーストゴロポランコ三振っていうところで、ここでねしっかり1点取れればっていうところもあったけども、ここの場面でねしっかりねこの則本が角中へはねインコースストレート、そしてポランコにはインコースのスライダーっていうところで、このねインコースしっかり投げ切ったっていうところがね非常に大きかったかなと。ロッテはここでね最低でも同点に追いつければその試合ねどうなってたか分かんないっていうところはあったけども、ね楽天先発則本ね8回111球4安打5三振1四球1失点とね、非常に粘り強くこのね、角中ポランコを抑えたあのインコースのストレートスライダーはね非常に素晴らしかったかなと。でロッテ先発大島ね7回123球5安打6三振3四球1デッドボール2失点とね、まあいい形のピッチングはできたけどもね、ちょっと援護なかったなと。あとね最大はやっぱり9回でしょうっていうね、ロッテの攻撃ね、ピッチャー松井裕樹が出てきて、友次がレフト前ヒットで、ノーアウト一塁からね角中に代打石川で、サードゴロ、サードね山崎剛ね
思い切ってセカンド投げたけども、セーフになってオールセーフ、うお、これもうロッテ一気に逆転するぞと思ったら、リクエストでね、セカンドアウトに変わって、これね、紙一重のギリギリのアウトだったけども、これがね、どう転ぶかで大きく試合展開変わったなっていうところはあるけども、その後ね、ポランコがダブルプレーっていうところで、まあ逃げ切ったね、あのプレーね、紙一重のプレーっていうところが、この勝敗のね、2対1のね、1点差につながったかなっていうね、まあ結果ね、2勝1敗で楽天のね、勝ち越しっていうところでしたね。さあ、続いてセ・リーグ、中日対ヤクルト、4回、4日、11対1で中日、5日、4対2で中日、そして6日、1対3でヤクルトっていうところで、中日のね、2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、8月4日ね、11対1で中日っていうところで、中日ね、連打連打で11得点、ね、細川バースデーで2本塁打、グッ、細川、ナイスバッティング、ね。っていうところで、もう初回ね、一気にね、ビシエドタイムリー、そして細川タイムリー、ね、高橋タイムリーっていうところで、一気に4点取って、で3回の裏ね、細川がツーランホームラン。で4回表にサンタナのタイムリーツーベースで1点取られるも、ね、4回の裏に、ね、ノーアウト3塁から、ね、星のワイルドピッチで1点っていうね、もうこれでほぼ試合決まったかなっていうね。で7回裏に、宇佐美のホームランで、8回裏に細川がね、2本目のホームラン、村田松のタイムリーヒットもあってね、13安打、ね、11得点っていうね、最高の点の取り方で、中日先発まずはね、5回92球5安打2三振1四球1失点っていうところでは、非常にね、いい形でピッチング、できたんじゃないのかなっていうね。ヤクルト先発サイスリード3回6失点ちょっと誤算だったかなっていうね。もう11対1だからね、もう解説しようがない、ナイスバッティングしか言えないね。で5回、5日4対2で中日っていうところで、まあ、ヤクルトはね、この初回2アウト3塁からね、村上の打席でね、高橋ね、ヒロトのボールがちょっとワンパンになって、宇佐美がね、ちょっと後ろにこぼして、ちょっと打球見失った感じね、3塁ランナー山田がね、ホームに突っ込んできてヘッドスライディングっていうね、ジャッジはアウトだったけども、リクエストになった時にね、このね、まあ、ピッチャー高橋だからね、やっぱタッチしに行ったところで、ね、胸にしようとして手が先入っちゃったっていうね、まあ、これはね、山田の思いっきりの良さっていうところがね、先制点につながって、まあ、なんとかね、前日の大敗をね、払拭して今日は勝つぞっていうね、意気込み見えたけども、ドラゴンズはね、1回裏、すぐにワンアウト3塁からね、ビシエドがタイムリーっていうね、ここ最近ビシエドがね、タイムリーいいところで打ってくるっていうところではね、こういったところがね、やっぱり1、2番岡林、大島が V 出るからね、このクリーンアップがしっかりね、タイムリーを打ってくればね、非常にドラゴンズもいい形の流れ出るっていうところで初回にいい形で、2回の裏にはね、先頭細川フォアボール、高橋ツーベースで、ノーアウト1、2塁からリュークがね、ライトで勝ち越しタイムリーヒット、ここ打つんだけどもね、もうヤクルトはミスで自滅っていうところで、でここね、リュークがオーバーランして936っていうね、ボールの形で挟むんだけども、ね、ショート長岡が、三塁ランナーに気を取られながらね、慌ててね、ファーストに投げてリュークの背中に当ててセーフになるっていう、バンと、ね、でノーアウト一三塁からね、高橋宏斗が送りバントっていうね、でここね、ファーストランナーリュークアウトにしとけばね、しかもノーアウトだから、そんな三塁ランナーホームにね、無理やり突っ込んでいかないから、普通に考えてよ、これツーアウトだったらもちろん突っ込んでいくよ、でもノーアウトだから、これはもうね、ファーストランナーリュークがアウトになってワンアウト三塁になって、高橋の時にセーフティースクイズしようかな、何しようかなっていうところがもう定石なわけよ。そういったところでは長岡も三塁ランナーに気を取られすぎっていうね、状況を考えたら分かるでしょみたいなね、ところで、でワンアウト三塁になってね、岡林のセカンドゴロ、これはね、山田がね、前進してきてホームに投げようっていうところで、こいつエラーバッとね、でこれがタイムリーエラーになって、ワンアウト三塁、大島がタイムリー打って一気に3点でね、4対1になるっていうね、まあこれがね、やっぱり序盤としては大きかったかなっていうね。でヤクルトはね、6回の表にワンアウト三塁から村上がタイムリーヒット打って1点返すんだけどもね、中日先発高橋宏斗ね、6回93球5安打9三振2四球2失点っていうところで、1ヶ月半ぶりの勝利っていうね、グピチね。でその後もね、佐藤、勝野、清水、マルティネスっていうね、完璧のリリーフの下で2点差をね、逃げ切るっていう形ではね、正直このね、ミスっていうところはヤクルトはね、ちょっと痛かったかなっていうね。で6日の試合1対3でヤクルトっていうところで、チャンスに1本ね、それをチャンスをもろいできたかできなかったかっていうところで、まあ、この試合はね、こう 1,2 戦目ね、チャンスで着実にね、もろいできた中日が1本出なかったっていうところがね、勝負の分かれ目になったかなと。ヤクルトはね、初回ツーアウト満塁からね、川端がセカンドタイムリー内野安打っていうところで先制、この試合ね、6番ファースト川端を入れたことによっていきなり初回からね、いい形になっていくっていうね。で2回の表もツーアウト三塁から宮本がね、タイムリーツーベースっていうところで、ツーアウトでチャンスになってもそこでね、1本必ず出るっていうね、この1、2回ね、この2点先制っていうのは大きかったし、
4回もね、ワンアウト三塁から山田がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで3点ね、先制して、まあ中日はね、8回の裏に、細川のタイムリーヒットで1点返すのがやっとっていうところで、まあ3対1でね、ヤクルトの勝利になったんだけども、中日はね、この2回の裏ね、宇佐美レフトツーベース、村松フォアボールで2アウト1塁のチャンスで、リュウクがね、ショートフライ、前日は打ったけどっていうね、で7回にも、細川デッドボール、高橋周平ね、内野安打っていうところで、ワンアウト一三塁のチャンス作るけど、村松三振、代打川越ピッチャーゴロっていうね。で、8回にもね、細川のタイムリーヒットで1点取るもね、で、ツーアウトなんも一三塁、ランナー残るけども、宇佐美がね、もうピッチャー田口が8回から前倒して出てきてね、センターフライっていうところで、もうヤクルトもこれ以上負けられないっていうところでね、もう積極的なね、選手起用でね、なんとか抑えきるっていうところで、この2回、7回、8回ね、1本出てればっていうところでね、ところはあるけども、まあこれね、1、2戦目はいい形になったけど、まあね、3連勝するのもなかなか難しいっていうところでは、ね、ヤクルトとしては川端をね、先発で使ったり、8回ね、前倒しで田口をね、出してきて、開幕的にね、1回3分の1抑えるっていうところでは、もう絶対3連敗できないっていうね、選手起用、これがね、功を奏して勝ったっていうところは、非常にね、今日から明日からの試合でもいい流れになるんじゃないでしょうか。まあ、結果はね、2勝1敗で中日の勝ち越しっていうね、ところになりましたね。さあ続いて、広島対巨人、ね、4日4対3で広島で、5日、5日7対3で広島、6日0対13で巨人っていうところで、2勝1敗で広島の勝ち越しっていうところになりましたけども、4日ね、広島先発野村、5回99球8安打1三振3四球3失点、しかし自責はゼロですね。まっすぐツーシーム、カーブ、スライダー、カット、チェンジアップっていうところ、コースね、低め、丁寧にね、投球して投げ切ったっていうところは大きかったし、まあ3回ね、ちょっと高くなってね、連打されるも、緩急でね、しのぎかけるんだけども、最後ね、サードゴロ、上本がね、ファンブル、タイムリーエラーっていうところでね、失点するっていうところがね、おいおいおい、どうなるのかっていうところはあったけどもね、だから広島はね、2回の裏に、先頭上本センター前、ことのアウトになるけども、デビッドソンがね、ツーランホームランでいい形で先制するわけよ。これもね、インコースのストレートをレフトを引っ張って、スタンドインもギリギリね、ポールの左でファールっていうね、いや、惜しいっていうところで、次にね、フォークを右中間へホームランっていうところで、インコースも引っ張り切ったから、今度は変化球になるんちゃうかっていうところで、それを狙い打ったのかどうか分かんないけども、非常にね、素晴らしいバッティングでツーランホームランでいい形で先制するんだけども、今言ったようにね、3回表にツーアウト一三塁から岡本のね、サードゴロ、上本がファンブルエラーして、で、アキールフォアボール、で、大城がね、ライトで逆転タイムリーヒットって、一気に3点取って、いや、これ怪しいなって思ったらよ。もうこのまま俺はすんなり負けるのかなと思ったら9回裏にね、ピッチャー中川が巨人はマウンドに上がったところで菊池がねライト前ヒットで野間がねここバンドかなと思ったら強攻に出てねセンター前ヒットっていうねこれ野間のセンター前ヒット大きかったねでノーアウト一塁になって秋山ねバンドするんだけども中川が三塁へフィルダーチョイスっていうねところでこれ焦ったかな勝ちでねでノーアウト満塁ここで上本がねよしミス取り返すぞっていうところあったけども浅いレフトフライでタッチアップできずでワンアウト満塁から琴野がねスライダーをライトへ同点のタイムリーで代打松山ねインコース若干ボール気味だったけど積極的に振りに行ったところをね一二塁間いいところに転がってね岡本が倒れながらね取ったけどもね取るのが精一杯というところでさよならグッズナイス逆転っていうねまあこれをね導いたのもまあ広島でいうとね大道ね2回、36球1安打2三振、1四球ね無失点っていうところでここ踏ん張ったのが大きかったかなだから巨人でいうとね、9回表、ツーアウトで、ね、まあ、ワンアウト一塁のチャンスで岡本をね、ライトフライ、で、ツーアウト一三塁になって長野をね、セカンドフライっていうところで、ピンチをね、ここしっかり踏ん張った大道のピッチングっていうところがね、9回、逆転にね、大きく、繋がったかなっていうところでは、ね、いい形の、逆転勝ち。ね、で、いつか、7対3で広島っていうところで、まあ、巨人はね、先発山崎伊織ね、2回3分の2、59球、6安打1三振、1四球4失点と、まあ、6月25日、対広島戦以来の敗戦というところで、約1ヶ月半ぶりぐらいの、ね、敗戦、ここまでいいピッチングしてたから、まあでもこういう時もあるよね、仕方ないというところはあるし、広島はね、先発、玉浦、7回99球、4安打7三振、無四球2失点とね、まあ、左右打者ね、関係なくスライダーというところが非常にいいところに決まって、ムクピチ。ね、で、広島はね、2回の裏、先頭上本がね、10球粘るっていうね、この10球粘るね、結局三振したけども、この粘りっていうのがね、生きた可能性ある、その後ね、次の打席、高倉がストレートのフォアボール、
で、デビッドソンがね、フォークボール高めに抜けてきたところを、2試合連続のレフトにね、先制のツーランホームラン。なんとここまでデビッドソンね、ホームラン11本打ってる中、6本が対巨人っていうね、もう巨人キラー襲名ですっていうね、ところがあって、で3回裏にもね、小園野間が連続ヒットでノーアウト1塁で、秋山が送りバントを決めて上本のね、内野ゴロの間に行って、で坂倉がね、センターへタイムリーツーベースっていうところで4対0。序盤のこの4点っていうのはね、非常に、大きかったかなっていうね。しかも1、2番がね、チャンスメイクしてしっかり4番、5番が返すっていうね、流れも完璧っていうね。で、巨人はね、6回表に吉川のね、タイムリーツーベースで1点返すんだけども、広島はね、取られてもすぐ取り返すっていうところで非常に流れが良かった。でね、1点取られても6回裏にね、小園のタイムリーヒットで1点取り返す。で、7回の表にも岡本のね、レフトスタンドへのホームラン打たれるけども、7回裏にね、しっかり田中のね、今度はライトスタンドツーランっていうね、倍返しだっていうね、2点取ってね、追い詰められてもしっかり引き離すっていう流れ良かったかなと。で、9回表にね、また岡本の犠牲フライ打つけども、まあ、7対3っていうところでね、広島の逃げ切り勝ちっていうね。でね、玉村がね、ヒーローインタビューで語って、本人もね、言ってたけども、これがラストチャンスやと思ってね、しっかり頑張ったっていうところでね、結果に結びついて非常にね、グッピッチングだったと思うし、他にもね、森とかね、他の選手が頑張ってるっていうところもあってね、なかなか玉村のチャンスがなかったけども、こういったピッチングすればね、ここからの逆転劇に向けては玉村のね、存在感が大きくなる可能性もあるんでね、非常にそのきっかけとなる素晴らしい試合展開だったかなというね。で、6日0対13で、巨人大勝っていうところで、もう解説しようがないんだけども、広島先発大瀬良ね、5回67球8安打1三振4失点っていう、これもう大瀬良がしっかりしないとっていうね、今森下いないんだからっていうところがあるけども、この失点ね、痛かったって言えば、岡本がえぐいっていうね、4打数3安打4打点3ホーマーだからね。しかもね、1打席目アウトコースになったのが逆球インコースに入ってホームラン、2打席目ワンストライクね、低めのカットボールいいところを取ったのに、もう1球続けたらど真ん中に投げるっていう、もっと大瀬良気をつけなきゃっていうね。まあさすがにね、その甘いところをね、しっかり打ったっていう岡本もすごいし、で中田もね、305ホームラン、グッ、ナイスバッティングおめでとうっていうね、ところではもうね、打つやね、もう素晴らしい試合展開で、広島でいうとこの2回裏ね、3対0からね、ワンアウト満塁、この末金ね、三振、大瀬良三振っていうね、この末金のところで1点でも取ってたらっていうところはあるけども、最後ね、高めのストレート、やっぱメンデスいいよね、本当ね、6回84球、4安打4三振、2四球ね、無失点っていうところで、非常にね、素晴らしいピッチングでね、この2回の裏ね、ここ0点だったところがね、結局は大差になったかなっていうね、初回もね、岡本がいきなりツーランだからね。で2回にもね、長野のホームラン、長野もね、ここでね、中田長野とね、ベテラン勢も頑張ってくると、若手とベテランの融合でね、一気にこれで、このね、この週末で巨人が3位になったのかな、一気にここからドワーっていく可能性あるからね、非常にね、このカープにね、2勝1敗、ジャイアンツは負け越したけども、ね、こう3連敗しなくてよかったなっていうね、ところある試合展開。逆にカープはね、この巨人、今追い上げてきてるところをね、まあ、初回のさ、ね、初戦のサヨナラ勝ちっていうところもあるけども、2勝1敗で勝ち切ったっていうところではね、逆転優勝に向けては非常にね、いい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で広島の勝ち越しでした。はい、さあ、続いて DeNA 対阪神っていうところで、4日2対5で阪神、5日3対7で阪神、6日2対3で阪神、阪神の3連勝 !DeNA 3連敗 !DeNA 痛い、これは B クラス転落、痛すぎる3連敗、ここ結構勝負どころだって、 DeNA さん逆に3連勝しなきゃいけなかったのにっていうね、ところで4日ね、2対5で阪神っていうところで、テーマ守備の差が点差、はいっていうね、ところで阪神はね、4回の表ね、大山レフト前で佐藤三振取るけども、大山がしっかりね、盗塁で、ワンアウト2塁からノイチアウトになるけども、坂本がね、レフトで先制タイムリーヒットっていうところもあるけどもね、DeNA ね、先発キャッチャー山本ね、3回表失点はしなかったけども、一塁ランナー近本ね、スタートを切ったけど走ってないのにセカンドに勝手に投げて悪送球っていうね、いや嘘やろっていうね、見よ、あと投げようと思って走ってなかったの分かるやん、だ投げるのやめよっていうね。で4回の表ね、大山の盗塁されるっていうところでね、もう舐められてんのよ、もうきっちりね。で8回表にも森下がね、内野安打で出て、でこの大山の打席三振するけども、上田が盗塁成功っていうね。でそこでまた山本がセカンドへ悪送球で三塁まで進んで、で結局ね、ノイチーのタイムリーヒット、でその後ね、木浪の、タイムリーね、糸原タイムリーっていうところで一気に4点取られてね、もう試合がね、大逆転劇で終わっちゃうっていうね。だから DeNA もね、
1点先制されて6回裏にね、牧のツーランホームランでいい形でね、このまま終わるかなと思いきや逆転されるっていうところでね、まあ、このつながったのもね、この宮崎ね、守備2回表にね、あの失点にはなんなかったけども、先頭大山の時にファースト悪送球するんだよね。で8回の時にもね、この先頭森下のねサードへ内野安打っていうところで、宮崎がね待って取ってね、こうサードセーフになるんだけども、まあサードベースに当たりかけてるっていうところもあるから、当たりかけてるんだったら逆に前で取らなきゃいけないんちゃうんかっていうところもあるし、こう2回のね悪送球もあるけども、送球に不安あるんだったらもうちょっと前守らなきゃいけないんだよ正直。まあそれによってね、ヒットゾーンが広くなるっていうところはあるけども、送球に不安があるんだったらまずはもうちょっと前守って、必ずアウトにできるものはアウトにしていかないとね、下がることによってその不安な送球があることが、投げるのがワンテンポ遅れる、送球が若干それるみたいなね、デメリットでしかないから、不安があるんだったらもうちょっと前で守った方がいいかなと。で結局ね、この初回ね、あの先頭森下の内野安打から、まあ、上田に盗塁決められて、で佐藤は三振するけども、ノイジーねタイムリー、木浪タイムリー、糸原タイムリーっていうところのね、大逆転劇につながってるっていうところがね、ちょっと守備の差としては大きかったかなと。でタイガースはどうかっていうとね、4回裏牧のサードゴロをね、三塁線佐藤がねスライングしながら取ってね、ナイスプレーでセカンドアウトにするしね、で、3回裏もね、盗塁きっちりね、坂本が刺してアウトにするしね、でその後ね、佐野363ダブルプレーっていうね、あの363もね、大山華麗な守備でね、ダブルプレーに取るっていうところではね、あの4回裏もね、牧のサードゴロ三塁線のゴロね、あれもし抜けてたらね、正直もっと点差入ってた可能性もあるし、逆に負けてた可能性もある中ね、しっかり守備力でね、ここまでエラー多いけどね、タイガースもね、こういったところの守備がね、しっかりできてればこういう接戦をものにできるし、逆転につながるっていうところでは、この初戦ね、守備の差が点差につながったかなっていうね。でいつか3対7で阪神っていうところで、もう1回から3回でね、試合が決まるっていうね、言っても過言じゃないぐらいの試合展開っていうところで、いきなり阪神はね、初回大山のね、スリーランホームランっていうところで、初回ね、近本がライト前、そして盗塁で、最後大山がね、スリーランホームランっていうところで、もうね、もう DeNA バッテリーちょっと舐められてるよ、どんどん走られてくる阪神に、そこもうちょっとちゃんとやんないと。で、2回にはね、下位打線、ノイジーヒット、で木浪はね、ツーアウト2塁から1塁空いてるから敬遠されて、で9番、青柳で勝負っていうところで、ツーアウト1塁からなんと青柳がライトにタイムリーヒット、ね、でその後近本もタイムリーヒットっていうところで、一気に5対0、まあ、これでね、ほぼ勝負はね、決まったかなっていうね。で近本はね、1回、2回、3回、3イニング連続で、回ってきて、3イニング連続でヒットを打って。でその中でね、盗塁も2個してね、で合計この試合ね、近本3盗塁っていうところで、もうちょっと DeNA バッテリーね、この近本警戒していこうっていうところはね、あるけども、あとこの青柳のね、ライト前ヒットもライト海老名ね、まああの突っ込むかどうか迷ったけど止まったっていうね、ところもあるけども、まああれは仕方ないかな、まあ、青柳に打たれる方が悪いっていうね、ところ で DeNA はね、逆に1回から3回で、あの初回佐野センター前、関根ライト前打つけども、宮崎三振、ワンアウト一塁で牧がね、ゴーゴンさんダブルベイ、これのプレーもね、サトテルめっちゃうまかったね、グッドナイスプレーね。で2回ね、先頭楠本ライト前ヒットで出るけども、大和がね、ゴーヨンさんダブルプレーで、3回先頭京田がライト前ヒット出るけども、代打ね、梶原が463ダブルプレーっていうね、ところで3イニング連続でね、ダブルプレーでチャンスつかめずっていうね。で、5回ね、戸柱のホームランで、6回、大和のね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで3点取るけどもね、やっぱ序盤の5失点が痛かったと。で阪神はね、7回森下タイムリーで、8回ね、坂本の、犠牲フライっていうところでしっかりダメ押しのね、点も取って大きかったかなっていうね。しかも8回はね、先頭佐藤のね、ライトフライを佐野が落とすっていうね、ところでもう流れも全部何もないね、バッとで2連敗で、6日ね、2対3で、阪神の勝利っていうところで、もうね、一気に阪神に飲み込まれたっていうね、ところで、阪神先発伊藤将司ね、6回88球6安打2三振無四球2失点とね、非常に無四球でね、最少失点に抑えて、浜地島本ケラー岩崎とね、巧みな投手リレーでね、なんとか踏ん張ったっていうね。で DeNA 先発石田、5回3分の2 93球5安打3三振2四球3失点と、まあこっちでも踏ん張ったけどね、ちょっと援護点なしっていうね、ところでは阪神はね、2回の表
ツーアウト一塁から梅野ねセンターへのタイムリーツーベースっていうところで佐藤輝がねしっかりホームまで走って先制して、で6回の表にもね近本ツーベースで中野が送りバントを決めてワンアウト三塁から本当は森下のねライトフライで犠牲フライ1点取りたかったけど取れず、大山フォアボール、そして佐藤輝がねレフトへタイムリーツーベースっていうね、佐藤輝打てばチームが上がるっていうね、でここで3対0ね、まあ、これも一気にいくかなって思われたけども6回の裏ね代打桑原がライト前でサノアウトになるけども関のセンター前ヒットで宮崎三振するけどもツーアウト一塁からね牧がレフトへタイムリーヒット、外がね、ピッチャーへのタイムリー内野安打っていうところで2点返して、まあ、どうなるかなっていうところもあったけど、俺が一番この試合で気になったのは7回、DeNA の攻撃1点差、ね、ピッチャー伊藤将司に代わって浜地が入って7番大和がレフト前で田中光がね、バントするもなんと浜地がファーストへ悪送球バッね、でノーアウト2、3塁になって、桑原三振で、ここで DeNA ベンチが、ね、浜地のところで佐野から、ね、代打楠本に行くわけよ、まあ、この、ね、佐野を変えるかどうかはテーマじゃないんだよ、ここもし代打じゃなくても佐野関根ってくるから、ここ代打出さなくても浜地からそもそも島本に変わったんちゃうかとねってなった時に、なぜよなぜ先に DeNA が代打の楠本を出したんやっていうね、で楠本がねここまでの成績でいうとね、ひょっとしたら代打ねピッチャー島本に変わるの分かってましたよとね、島本が出てきても楠本行く予定でしたなのかもしれないけども、この楠本がね今年、対右は2割3分2厘対左1割4分3厘しかね打ってないわけっていうことは、対左の打率がべらぼうに低いわけでしょ、でなった時によまだ代打右ね、まあ、知能とかねエビナーとかね多分いたんちゃうかっていうね、うん、血のねもいたしエビナーも、うん、いたんだよねってなった時に、そこでも代打よかったよね、それなのに先変えちゃったっていうね、ピッチャーの交代を待ってから代打でも俺はよかったんちゃうかっていうね、ここの一連の流れどうなんやろうっていうところはちょっと俺は不思議に思ったけどね、見ててね、でもその後ね、浜地がちょっとバタバタしたけど島本がしっかり抑え切って、で8回の裏もねちょっとケラーがフォアボール出したりワイルドピッチしたりしながらピンチ作るけどもね、ノーアウト1塁から外ねセンターフライで代打海老名が三振で大和センターフライでねピンチをしっかりねしのぎ切って9回ね岩崎が抑えて、まあ、逃げ切り勝ちっていうところもあるけども、ちょっと DeNA のねランナー出てもあんまり作戦しないとかね、打つの待ってるとかね、守備位置とかねエラーとかね代打の流れとかね全然噛み合ってないような気がする。それをもう一気に飲み込まれて阪神3連勝、阪神のこの3連勝は大きかったし、 DeNA ここからどうなっていくのかっていうところはねあれがありますけどもね、ここに来てもう総チェックこれでおしまいですね。ということで火曜日からね DeNA 中日、この流れで中日にもう飲み込まれたら DeNA 終わっちゃうよっていうねところでは、このね初戦の戦いはかなり重要になるし、巨人阪神ここで巨人がね阪神に東京ドームで一気に3連勝なんかしたら話が面白くなっていくんだけども、ここどうなるかっていうね、最低でも巨人勝ち越しね、もう負け越したらこれはちょっと阪神独走しちゃうんちゃうかっていう流れもあるし、ヤクルト対広島ここはヤクルト最低でも勝ち越し、ここヤクルトに負け越したら多い阪神独走しちゃうようになるからね、こう初戦かなり大事だね。でパリーグ日本ハム対西武、これもうね負け越した方が落ちちゃうね正直ね、順位的な流れも。ロッテ対オリックス首位攻防戦、これでも山本宮城来るんだよねオリックスがね、これどうなるのかだね、これもオリックス勝ち越したらいっちゃうね、ていうか逆にオリックスは3連敗しなかったらいいね、状況的にはロッテはもう最低勝ち越し3連勝したいぐらい、どうなるのか、これ山本勝負だね、山本でちょっと負けたらビリつくなオリックス、これ大事やな、多分初戦だよね山本ね。でソフトバンク対楽天、これ A クラス対決、楽天一気にね勝ち切っていきたいね、あるね A クラス。ソフトバンクはここね楽天に最低でも勝ち越し、やっぱ上位行くなりの3連勝で一気にね A クラス確定したいっていうね、ところもあるけども、これちょっとこう戦い面白いね、このね火曜日どうなるんでしょうかね、まあね、まだまだねどういう行方があるか分かりませんけどもね、佐々木総チェックでねお楽しみくださいということで、あ最後そうだベストライン発表忘れてた、さあ行きましょうね、最後にベストラインね、まずパ・リーグからピッチャー西武与座三兄弟、はい、キャッチャーオリックス若月、森が復帰したらライトなのか、そうなったらもっと強くなるぞ、はい、ファーストオリックス頓宮20打数14安打打率10割すごいね、セカンド楽天小深田勝負強い、はい、
サード日本ハム清宮、守備も頑張ろう、はい、走塁も頑張ろう、はい、ショート日本ハム奈良間 U18 高校ジャパンでした、はい、レフト西武ペイトン、出遅れたけどこっから行こう、はい、センターオリックス中川、 PL 部員が1人入ったみたいです、はい、ライト楽天黄金、ベストラインあるかもしれない、はい、DH 日本ハム野村、10安打2ホーマー4打点は素晴らしい活躍、リリーフ日本ハム福田すぐる、グッドリリーフ、セリーグピッチャー DeNA バウアー、10回零封は素晴らしい、はい、キャッチャー巨人大城、ベストライン確定か、はい、ファースト巨人岡本、モンスターの8本塁打、セカンド DeNA マーキュ、モーキュ、サード阪神サトデル、7打点素晴らしい、こう打ち出したら止まらないぞ、はい、ショート広島小園、逆転優勝へ、レフト阪神ノイジー、オクラホマ大学、サトゼルとノイジー打ち出したら終わっちゃうぞ他のチーム、はい、センター阪神近本、11安打、復帰してからえげつない、チームの成績も爆上がり、はい、ライト中日細川、1試合6打点はすごい、ハッピーバースデー、はい、リリーフ阪神岩崎、3セーブ、グッピッチ、さあ終わりです、さよなら。